歩ける限り楽にゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲ、パーシモンハゲでございます。今回の動画は、まあ今ね、メインが4本、そしてつい先日2本でラウンドした私パーシモンハゲでございますが、まあかねてから視聴者さんから14本でのラウンドも見てみたいということを言われてたり、まあもうちょっと本数多いラウンドをね見たいって言われてたんですけれども、私が使いたいクラブがなかなかなかったので、まあ涼しくなったら、まあ、パーシモンとかオールドマッスルの14本ではやってみようかなということはお話もしてたし考えているところではあったんですけど、今回本当偶然にも私が、お、これは使いたいというクラブが14本揃ったので、それを今回は皆さんにご紹介したいと思います。なのでちょっとクラブの紹介をメインで考えているので、ちょっと変な画角で撮っております。じゃあですね、早速ちょっと14本、私14本でこれなら回りたいですっていう14本をご紹介したいと思います。はい、こちらでございます。こちらの今パター入ってないんで13本ですね。はい、こちらの13本になります。アイアンありません。ウッドユーティリティでなんと13本揃えることができました。しかも全て同一メーカー、こちらでございます。13本全てシャロップでございます。シャロップで揃うことができました。まあいつもですね、ヤフオクバーッと見てるんですけど、偶然このシャロップのフェアウェイウッド、まず フェアウェイウッド3549っていうセットが見つかったんですね。お、いいじゃんと思って、シャロップで、その出品者さんの他の出してるものを見たら、なんとユーティリティ35678 9P 7本出品されてたんです。お、このフェアウェイウッドとこのユーティリティあれば14本で回れるぞと。でその時にすぐ私の頭に浮かんだドライバーが、これ俺あるしと思って、シャロップ 10.5 度、このシャローフェイスの一応まあドライバーなんですけど、 43.5 インチの 10.5 度の R、これがあったので、ドライバーはあれ入れればいいでしょって、もうすぐ浮かんで、ちょっとシャフトだいぶ硬いね、 R でもだいぶ硬いわ、もうなんならこれ全部買いたいけどこんなお金ないからね。でウッド買ったわけですよ。まあ、ちょっとモデルが違うんですけど、一応これはシャロップフェアウェイって書いてあるやつで、3番が15度5番が19度、3番が 42.5 インチ15度ですね。まあ普通ですよね。5番が 41.5 インチ19度ね、で揃ったわけですよ。まあこれはセットのセットで落札してるやつで、49がちょっとモデルが違くて、まあ、あっちはなんかユーティリティっぽいんだけど、一応フェアウェイって書いてあってね、4番17度、9番23度、5番で19度、あ、そうか、いいのが5で19で4で17だからね。本当はこんな小刻みに入れなくてもいいんだけど、まあ、14本揃えるためにはこうやって入れるしかないなと思って。でこの4番が40インチの17度の R で、9番があれ長さ一緒なのこれ、40インチ23度の R と長さ一緒だ、ワンレングです。微妙に 0.25 インチぐらい違うけど、まあいいか。はい、でこれがウッドでございます。だウッドの構成が 1、3、4、5、9と、まあちょっとよくわかんないけど
でユーティリティがこのシリーズシャロップユーティリティで、これの3もあったんだけど、私のイメージでいくとちょっと14本より増えちゃうから、それも入れると。でまあフェアウェイウッドが23度まであるしいらないやと思って、U の3は抜いたんですね。でこの 5U が39インチ23度 R5 をで6も同じシリーズで、38.5 インチ26度 R5、6、7これも同じシリーズ、こういう顔ですね。私の 赤よりちょっと小ぶりになるのかな、ヘッドが。あ、変わんねえ、一緒だ。うん、一緒ですね。まぁ、ちょっと、なんだっけ。グーズじゃなくて、なんだっけ、これ。フェイスプロフレッションじゃなくて、なんだっけ、これ。なんかちょっと、こう、入ってる感じでね。うん。7が38インチの29度。ん ?29 度ですね。うん。いいですね。ただの棒じゃん。これはちょっと棒が良くないな。8番で33度、37.5 インチ33度 R5678、 9番が37度だから私の赤いやつと一緒ですね。ロフトはこっちの方がいくらかやっぱ顔ちっちゃいかな。こんな感じですね。37インチ37度 R9 番でしょ。でピッチングが42度。このピッチングは随分使用感あるから、なんだろう、一番使用感あるシャンクに悩んでたのかな。 36.5 インチ42度 R、うん、42度、うん、でもバランスは軽いかな。なんかやたらシャフト硬いな。でこの下はここだけロジャーキングになりますけど、私使ってた50度ね、50度でしょ。3742、まあまあ別にこれでいいや。でその下、これもじゃあ使ってみちゃおうよというところで、シャロップ70度、70度、どうだ、どっちだ、こうか、70度です。70度ってもう天井向いてる。これはスチールシャフト。これもじゃあ使ってみちゃおうよと、入れちゃおうよと。でこれで1,2,3,4,5、ウッドが5本、ユーティリティが 1,2,3,4,5,6,7,8本、でこれで13本でしょ。でこれでパター入れて14本、ね、これでやりますと。でバッグがね、ちょっと今でかいんだけど、これちょっと大きいんですけど、これもポチったやつで、こういうの私好きなのよ。これレノマのキャディバッグです。80年代かな。これ劣化しないですよ、こういうバッグの方が。ペリペリ剥がれたり化水分解しないからね。これのものキャディバッグで14本セット出来上がりです。ちょっとバッグでかいんだよね。だからもうちょっとバッグは違うのが出てくればもうちょっと細いのにしたいんですけど、まあ一応これですよ。サムネ用に14本セット、よし、はい、ということでございます。まず今回はクラブの紹介ですね。で近々練習場を持ってって、それぞれのちょっと感じを、まあ、飛距離だったりどんな感じかっていうのをちょっと見てみたいと思います。で、ラウンドの方もこれでやってみたいと思います、はい、ということで今回は私パーシモンハゲ、14本で回るならこういうセットでやりますよというご紹介でございます。まあ本当たまたまね、同じ出品者さんでこのウッドのシリーズ、ユーティリティのシリーズ、特にユーティリティのシリーズがこれだけ揃ってるっていうのはかなりラッキーでしたね。
3本セットとかはシャロップのセットは結構見かけるんですけど、ここまでのセットは見かけない。でしかも 10.5 度私は持ってたっていうね、これね。で50度と70度も持ってたっていうところで、もう全てシャロップで揃えられたっていうね、まあ、これはまあもしかしたらね、日本に数名同じようなセットの方はいるかもしれないけれど、まあもしかしたら私だけかもしれないし、あ、私もやってますね、だってヤフオク出した人がいるんだから、もしかしたらこれでやってる人もいるかもしれないし、もしやってる人いてね、 YouTube もし私の見かけたらね、ぜひコメントいただければ嬉しいです、はい、ということで今回はまずこの14本のご紹介でございました。これからこれでもいろいろやってきますので、ぜひお楽しみにお待ちいただければと思います。ということで今回も最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パワシモンハゲでした。ごきげんよう。ありがとうございました。楽しみです。